5歳上のいとこの話。なんだかおかしな人で、彼女と関わったことで奇妙な体験をいくつかした。今から話すのはその中の一つ。まだ俺が小学生だった頃、近所にせいちゃんと呼ばれている人が住んでいた。30代の一人やもめ、痩せ型の気弱そうに笑う犬好きなおじさんだった。たまに捨て犬を拾ってきては世話をし、家には犬が何匹もいたから、近所の子供たちがよく入り浸っていたのを覚えている。舗装されていない砂利道が続く借家地帯、近所に住む人たちは皆知り合いでプライバシーなんてない。そんなところで俺もせいちゃんも暮らしていた。ある日、九段のいとこ家族が俺の家へ遊びに来た。いとこは無口で話しづらい人だったので、二人でいても間が持たずせいちゃんの家に連れて行った。ちょうどせいちゃんは犬に餌付けをしているところで、カジネの向こう側にその様子を見た彼女は一言、あれは取り憑かれてる、もう手遅れね、と言って俺の家へ戻ってしまった。俺は訳が分からず、また二人になるのは嫌だななんて思いながら後を追ったんだ。それからしばらくしたある日、家の前の砂利道にぼんやりと佇んでいるせいちゃんを見かけた。全裸で空を見上げ、半開きの口からは一筋よだれが垂れていた。俺は見てはいけないものを見たような気がして自宅に逃げ帰った。それがせいちゃんを見た最後だった。大人たちの話では、せいちゃんは犬と一緒に家に閉じこもったという。心配した近所の人が飯を差し入れても、家からは出てこなかったそうだ。それから間もなくせいちゃんは死んだ。餓死だった。発見された時、彼が飼っていた犬たちだけは丸々と太っていたという。せいちゃんは近所の人たちの差し入れも全て犬たちに与えていたんだ。せいちゃんの死後、家を整理した大家さんの話によると、床下から異常な量の犬の骨が発見されたそうだ。それらを殺したのがせいちゃんなのか、せいちゃんはいとこの言うように取り憑かれていたのか、それとも心が病んでいただけだったのかはわからない。真相は闇の中だ。とにかくそれがいとこと関わった最初の奇妙な出来事になった。中学2年の秋口、俺は勉強や部活そっちのけでオカルトにはまっていた。そのきっかけになったのが、近所に住んでいたいとこで、この人と一緒にいたせいで何度かおかしな体験をした。これはその中の一つ。夏休みも終わり、一月が経とうとしている頃だった。俺はいとこに誘われ、家から1時間ほどの場所にある欅の森に来ていた。美人だが無口でオカルト好きないとこはとっつきにくく、正直二人でいるのは苦手だったが、いとこが買ったバイクに乗せてもらえるので誘いに乗った。欅の森は周辺で有名な心霊スポットで、いわく今は使われていない製材所で、夜ごと手首を探す男が出る。いわく森の中ほどに位置する沼には死体がいくつも沈んでいるといった調子で、階段にはこと書かなかった。そうでなくても木々が鬱蒼と茂り、昼でも薄暗い様子は一人きりで放り出されたような不気味なものがあった。いとこが俺を誘ったのもオカルト要素たっぷりのスポットを体験したいがためだった。森の内部に踏み入るにつれ、道は狭く細くなり、やがて獣道同然の心もとないものになった。俺はすでに腰が引けていたのだが、いとこが躊躇なく進んでいくので仕方なくついていった。やや大きめの木の下に差し掛かった時、いとこが嬉しそうに何かを指さした。見上げるとその木に板が打ち付けてあった。いや、ただの板ではない、太い釘が大量に刺さっている。近づいてよく見ると、板に細い木材を組み合わせたのっぽな人形のようなものが付けられており、そこに五寸釘が大量に打ち込まれていた。
俺は人形を見上げながらどこかしら奇妙な違和感を覚えていた。藁人形ではなく木の人形、身をよじるような造形のそれは全体は稚拙ながら関節まで再現され、それゆえに禍々しさを感じさせた。俺はいとこに引き上げようと告げ、元来た道を戻り始めた。いとこは意外にも素直についてきたが、恐ろしいことを口にした。夜に来てみない？牛の国参りが見られるかも。栗、まだ新品だったし。俺は強く反対したのだが、姉妹に押し切られ、結局その夜、家人が寝静まった夜半過ぎに家を抜け出した。いとこと待ち合わせの欅の森に着く頃には1時を回っていた。入り口にバイクを隠し、懐中電灯の明かりを頼りに森の中へと足を進めた。夜の森は静まり返り、昼間とは全く違う顔を見せていた。スズムシやコオロギの声、俺やいとこが下映えを踏みしめる音、有機的な匂い、時折ガサッと何かが立てる音がして俺をびくつかせた。だがいとこは意に介する様子なく歩き、俺は呆れると同時に心強く思った。昼間人形を見つけた木までたどり着き、離れた茂みに身を潜めることにした。いとこが時計を確認し、懐中電灯を消す。もう少しで2時、楽しみだね。いとこが囁いた。俺は内心楽しみじゃねえよと毒づきつつもうなずいた。確かに高揚するものはあった。動くものがなくなった森の静寂は耳を刺すようだった。ここに着くまでに多少汗をかいたのだが、それも今は引き、やや肌寒いくらいだった。時間は歩みを止めたかのように速度を落とした。先ほどの紅葉はやがて緊張に姿を変えた。俺は暗闇の中に打ちつけられている人形を思い浮かべ、昼間の違和感は何だったのかと考えていた。木、人形、幹。あ、俺は思わず声を上げた。いとこが振り返る気配、シッと小さな声が聞こえた。俺は違和感の正体に気づいた。なんで思い当たらなかったんだろう。あの人形を俺といとこは見上げていた。もちろんいとこは女、俺はまだ中学生だ。だがあれは2メートルよりかなり高い場所に打ち付けられていた。大人でも五寸釘を打ち込むのには適切な高さがあるはずだ。自分の目の高さか、もう少し上くらい。だがあれは2メートル50あった。一体どんなやつならあんな場所にある人形を釘打てるんだ。俺が恐怖をきたし始めた時、遠くから下映を踏む音が聞こえてきた。虫の声が止んだ。わずかな音を立て、ゆっくりとこちらに近づいてくる。いとこが隣で息を呑んだ。俺は自分の手足が冷たくなるような感覚に襲われた。足音が近づく。引きずるような乾いた再加音が混じる。する。過ぎる音、もう目前から聞こえてくる。いくら夜の森でもぼんやりとくらいは見えるはずだ。しかし目の前には何も見えない。ただ足音だけが通過した。そして立ち止まった。木の下に着いたのだろうか。辺りは再び静まった。もう足音は聞こえない。あ、やばい。いとこが小さくうめいた。逃げるよ。そう言って俺の腕をつかみ走り出す。それで一気にパニックが襲った。必死に走った。よく転ばなかったものだと思う。とにかく何かが、得体の知れない何かが追ってくるのを想像して全力でかけた。バイクの隠し場所にたどり着くと、いとこをせかしてバイクの後ろに飛び乗った。その間片時も背後の森から目を離さなかった。エンジンがかかり走り出すと安堵感が全身を包んだ。最後に振り返った時、森の入り口に何か白いものが見えたような気がしたが、よくわからなかった。後日いとこにあの夜見たものを聞いてみた。
俺はかなり後を引きずっていたのだが、姉妹、違う、いとこは全くこらえていないようだった。あれはね、生きてるものではないね。肉体が活動しているかって意味で言えばってことよ。なんであんな高い場所に打ち付けてあったんだよ。ああいうのは感情の強さによって形を変えるの。死んでからもあそこに通ってたってこと？通ってたってより、あの人形そのものになってたんじゃないかな。あの人形やたらのっぽだったでしょ。そしていとこはにやりと笑って付け出した。つまり、あの人形をあんたの家に置いておけば毎晩あれが来るんだよ。しばらくの間、俺はそれまでとは打って変わって家中を掃除するようになった。俺の親類には怪談好きが多かった。祖母や叔父などはねだればいくつでも話してくれたものだ。中でも俺のお気に入りだった語り部は年上のいとこだった。この人が変わり者で、普段は無口だが気が乗れば話巧みにオカルト色たっぷりの怪談奇談を聞かせてくれた。静かな口調で語られる怪奇は俺を怖がらせると同時に高揚させ、聞き入りながらそこらの物陰に何か潜んでいるような気がしたものだ。今から話すとはどこかからの帰り道、夕暮れの中歩きながらいとこが話してくれた奇談の一つ。いとこは子供の頃、線路沿いに並ぶ住宅地の一角に住んでいた。あたりには所狭しと民家や商店が立ち並び、常に何かしらの騒音がしていた。ガラクタをぶちまけたような場所だが、子供にとっては遊び場に困らないところであったようだ。いとこは毎日あちこちを探索して回った。トンネルを見つけたのはそんなある日のことだった。土手になった線路の斜面に生い茂る草に隠れるように口を開いた穴。一人で暇を持て余していたいとこは早速入ってみた。トンネル自体は長さ10メートルに満たない土手の反対側につながる小さなものであったらしい。トンネル内部はコンクリートで作られ、暑い日でも薄暗くひんやりとしていた。電車が頭上を通過する以外は外の世界から隔絶されたように静かで、いとこはそこを気に入り、自分だけの秘密の場所にした。そのトンネルは通りのすぐ脇にあったにもかかわらず、なぜだか誰も立ち入らない。いとこがトンネルから外を眺めていても、通りを歩く人たちは一度も気づかなかった。またそこにいるといつも時間が早く過ぎるようで、日暮れを告げる市役所のチャイムをうっかり聞き逃すことも珍しくなかった。ある日、トンネルの壁にもたれかかりうとうとしていたいとこは、どこかから話し声が聞こえるのに気づいた。体を起こすと何も聞こえなくなる。不思議に思いながら壁に寄りかかると再び声が聞こえた。壁に耳を当ててみると、先ほどよりはっきり聞き取れるようになった。それはどうやら二人の男女の会話らしかった。女が男に早口で笑いながら話しかけていた。男も時折楽しそうな声で答える。聞き入っているうちに夕方のチャイムが鳴り、なんとなく後ろ髪を引かれる思いでトンネルを後にした。次の日トンネルに行くと、いとこは早速壁に耳を当ててみた。やはり聞こえる。昨日と同じ男女の声だ。今日は男が積極的に話し、女が笑い転げている。すべて聞き取れないのをじれったく思いながら耳を澄ませた。それからいとこは毎日そこへ通うようになった。壁の向こうから聞こえる男と女はどうやら恋愛関係にあるようだった。日を追うごとに二人の親密さが増していくのが幼いいとこにも分かった。なぜ土手に開いたトンネルの壁から見知らぬ男女の会話が聞こえるのか不思議に思うこともあったが、そういう場所なのだろうと子供らしい柔軟さで受け入れていた。
やがて壁の向こうの二人は結婚した。女は仕事を辞め主婦になったようだった。言い合いをすることもあったが、おしなべて二人は幸せそうだった。他人事ながら見守ってきたいとこはそれを嬉しく感じた。相変わらず声は少しだけ遠く、言葉の端々に聞き取れない部分はあったが、どう試してもそれだけは改善されなかった。隣の部屋にテレビがあり、それを聞いているようなもどかしさに近かった。壁の向こうの幸せな生活はしかし長続きしなかった。女が妊娠し、産みたいという女とまだ子供は欲しくないという男が対立したのだ。小学生のいとこにもその意味は分かり、心苦しく思った。女がどれほど子供を欲しがっているのか知っていたから。少しずつ二人には暗雲が忍び寄り、やがてそれは加速度を増し、生活全体を覆った。夏の嵐のようにあっという間に。いとこは二人の関係が元に戻ってほしいと願い、耳をそば立て続けたが、聞こえてくるのは言い争いと悲嘆の声ばかりになった。ある時、いつものようにトンネルで壁に耳をつけると、女の声だけが聞こえた。すすり泣くような高い声で細々とつぶやく声。それはこんなことを言っていた。子供のせいで幸せが崩れたこと。仕事を辞め友人が減り、空虚な毎日。そして永遠男を呪う言葉を。いとこは薄暗い台所で一人で重曹を紡ぐ女の姿を想像して寒気を覚えた。その日を最後にトンネルには二度と行かなかった。幾日か過ぎ、時が経つにつれいとこは壁の向こうの声を忘れていった。しかしある夜、布団でうとうとしていたいとこは聞き慣れた声を耳にし飛び起きた。壁の向こうの声、それが確かに聞こえた。恐る恐る枕に耳をつけると、女のすり泣きが伝わってきた。男の罵声も響いてきた。枕から耳を離すとそれは止んだ。枕が壁の向こうとつながったのだろうか。いとこはその晩中、まんじりともせず仰向けのまま天井を見つめていた。次の日、いとこは恐ろしいことに気づいた。枕だけではない、耳に何かを押し当てるだけであの声が聞こえるのだ。たとえ自分の手であっても。やがて別の声が混ざり始めるようになった。時には老婆の声が、時には少年の声が口々にしゃべりわめいた。そしてそのどれもが陰惨な内容だった。それからね、私は何があっても耳を防げなくなったの。そう言っていとこは立ち止まった。もういとこと俺の家の分かれ道まで来ていた。今も聞こえるの？俺は聞いた。ずっと聞こえてる。最近では耳を塞がなくても聞こえるようになったよ。だからこうしてたまに誰かに話して聞かせるの。そうしないと頭が声であふれかえるから。いとこは話し終えると、またねと言って帰っていった。いつの間にか辺りには暗闇が迫っていた。道沿いの家からは夕飯の匂いが漂い始めていた。電話やテレビ、ラジオなど、いわゆるメディアにまつわる怪談は多い。そのほとんどがどこかにつながってしまうというパターンを踏襲している。便利さの反面、直接的ではない伝達に人間は恐怖心を抱くのだろうか。今から話すのもそれに類似したありふれた体験の一つ。中学2年の夏休み、心霊ツアーと称し、5歳上のいとこと他県まで遠征した。目的地は某県にある公営団地の廃墟。これはかなり有名な場所で、仮に心霊スポットではなくとも廃墟好きの俺にはたまらないものがあった。到着したのはまだ日のあるうちだった。立ち並ぶ無人の団地とそこかしこに残る生活の痕跡は確かに噂通りの異様だった。
草が伸び放題の空き地にポツンと置かれた三輪車、錆びた鉄製のドア、引き出しに衣類がしまわれたままのタンス、そして周囲は緑深い山々。団地全体が本来あるべきではない違和感を放っていた。なんとなく腰が引けてしまった俺とは対照的に、いとこは次から次へ無遠慮に見回っていった。オカルト好きで変わり者のこのいとこは普段は何を考えているのかわからなかったが、こういう時は頼もしかった。ある棟の一部屋に入った時、俺はあまりの異様さに目を見張った。その玄関には靴が脱ぎ散らかされ、コンロにはフライパンが置いてあり、押し入れからは布団が崩れ出していた。確かに生活感の残る部屋はいくつかあったが、これはまるで住人が日常の中で忽然と消え去ったかのようだった。ついさっきまで誰かがいたような。有名な幽霊船の逸話が脳裏によみがえった。事実、4つの椅子が並ぶテーブルには箸や茶碗などが並んで埃をかぶっていた。今まで気にならなかった静寂がやけに耳をつく。緊張したまま奥の部屋を覗くと、雑誌やレコードが散乱する中に古ぼけた小ぶりのテレビが鎮座していた。小さな4つの足の台に乗ったテレビはダイヤル付きのその頃でもまず見かけなくなっていたタイプだった。全体を覆う赤いプラスチックが妙な懐かしさを感じさせる。高度経済成長センスというか昭和テイスト。手を伸ばしダイヤルを回すと、ブンと低い音がして画面がゆっくりと明るくなった。俺は驚いて見守ったが、そこには砂嵐が映し出されるだけだった。いつの間にか隣にいたいとこが、日が暮れるしもう帰るよと言ってダイヤルを回しテレビを消した。窓の外を見ると確かに暗くなり始めていた。車に戻りしばらく道を走ると、いとこがため息をついていった。すごいもん見つけたね、あのテレビ。俺が何のことか分からずにいると、いとこは続けていった。さっきまで視線を感じてた。団地からずっと追ってきてたよ。多分あんたがテレビつけた時から。今更ながら徐々に焦り始める俺を尻目に、いとこは言い切った。あんな場所に電気が通ってるわけないじゃない。あのまま見てれば何か面白いものが見れたかもね。俺がテレビの内部に蓄電してることもあると言うと、いとこは、じゃあ戻って確かめる？と言った。俺は即座に拒否した。後日いとこから聞いた話では、やはりあの団地では通電していなかったらしい。あの後一人で行って確かめてきたと、小さな常夜灯を指さして言った。それをコンセントに挿して確認したのだろう。これにはさすがに呆れた。しかしその後、いとこはもっと驚くことを口にした。テレビの電源入れようとしたんだけどね、入らなかった。あんたの時について私の時につかないってムカついたから、持って帰ってきて分解しちゃった。そう言って笑ういとこの部屋には、確かに見覚えのある赤いプラスチックがあった。人生一番怖かった経験。前回の件があった6年後、一家揃って隣の県に引っ越していました。当時私は社会人1年目であり、まだまだ学生気分があまり抜けておらず、その日新入社員4人で心霊スポットに行こうとなった。正直行きたくなかったが、普段気の強い私がこういうのを怖がると思われたくないと思い行くことにした。そこは首吊り自殺の名所であり、車がすれ違うことのできない細くて小さなトンネルで、工事を途中でやめたのか、ところどころ鉄骨がむき出しなところで、
その鉄骨で首を吊る方々がいると言われている場所でした。後部座席に乗り、そのトンネルを通過。途中運転していた F 君が一瞬ブレーキをかけ、気のせいかな、何かが前を横切った気がするんだけどと言っていたが、実は私は怖くて目をつぶっており見てはいませんでした。その時はそれ以上の何事もなく過ぎていき、会社の駐車場まで戻り、それぞれ自分の車で自宅へ戻ることになりました。自分の車に乗り込み時計を見ると12時を過ぎており、やばいな、親に怒られるかな、急ごうなどと思いながら車を走らせていました。あと1キロメーターほどで家に着く距離になった時、視界の左端に白いワンピースの人影が見えた気がし、車のブレーキをかけたのですが、見ると誰もいません。ん？気のせいか、てか急がなきゃと親に怒られるかもしれないと思っていた私は、さして気にもせずスピードをまた上げました。ところがあと500メーターほどで家に着くというところで、またしても視界の左端にワンピースの人影が映った気がし、スピードを落としたのですが、やはり誰もいません。この時点で白いワンピースには花の模様がちらほらとついている服だと気がついたものの、気のせいということに自分の中でしていました。家に着き車を車庫に入れ、自動シャッターだったので車を入れるときには車から降りていません。車を降りた瞬間、人の強烈な視線を背中に感じ、車庫の中に人がと思った私はとっさに電気をつけましたが、もちろん誰もいません。しかし明らかに人の気配がするのです。その瞬間、背筋がゾクゾクとし始め、慌てて家に駆け込みました。両親はすでに寝ており、私は恐怖を押し殺しながら自室に入ったのです。自室に戻り、怖い怖いと思うからダメなんだ、気のせいだ気のせいと自分を励ましつつ着替えを済ませたのですが、どうしても人の気配が消えません。どこから気配がするのかどうしても気になるため、部屋をキョロキョロと見渡すと出窓に目が行きました。怖いと思うからダメ、気になるなら自分で確かめてみたら意外に本当に気のせいかもと思いつつカーテンを開けました。悲鳴を上げようにもあまりの恐怖で声が出ず、喉のあたりでヒューヒューとなるばかりでした。窓の外にはさっき見かけた白いワンピースの女がものすごい形相でこちらを睨んでいるのです。真っ黒の長い髪、もう絶対この世のものじゃない肌の色、極めつけはこの自室は3階、一晩中寝ることもできずガタガタと震えるばかりでした。しかも最悪なことに昼も夜もずっとそばにおり、しかも見えるんです。見えるのは私だけらしく、心霊スポットに行ったメンバーに言っても見えないよとの返事。3日目になり体力も限界になり、取り殺されるんじゃないかと思った私は、見えるといういとこの家に相談に行きました。いとこに事の成り行きをすべて話すと、面白がってそんなところに行くからだと怒られ、とりあえずお祓いに行くように、あと今晩は小豆と塩を身につけて寝るようにと言われました。帰り際にいとこに見えるかどうか聞くと、見えないとの返事でした。その夜から私の周りに見えていたはずの女が不思議なことに消えたのです。原因は4日後に分かりました。いとこから私宛に電話があったそうです。私は仕事で家におらず、電話は母が取ったらしいのですが、話によるといとこは烈火のごとく怒っており、〇〇が私の家に置いていきやがったとのこと。いとこは4日間部屋中の壁を一晩中引っかかれ、金縛りに遭い死ぬほど怖かったらしいです。霊って霊感の強い方に行くんですね。霊感のある方々は本当に気をつけてください。
昔から古いものには魂が宿るという。長い年月を経て魂を得た者はつくも神とも、つくも神漢字が違うとも呼ばれ、神のような妖怪のような信仰とわずかな恐怖の対象にされてきた。渋沢達彦はそれを日本人の古いものに対する愛着と恐れの表れだと記している。だが本当にそれだけなのだろうか。中には年輪のように記憶を積み重ね語るようになったものもあると俺はそう思う。小学生の頃、俺は俗に言う鍵っ子で、中学生になってからは学童保育に通っていた。迎えには近所に住んでいた5歳上のいとこが来てくれていたのだが、これが少し変わった人で、一緒に行動するうちにいくつかおかしな体験をすることになる。歩くだけで汗ばむ暑さも日が落ちるに従ってだいぶ落ち着き始めた。小学5年の夏休み前のことだったと思う。学童保育からの帰り道、いとこと商店街の裏通りを歩いていた。通い慣れたいつものコース、左手は商店街、右手は小川が流れるその小道は女波通り、なんて読むんだろうと呼ばれていた。夕闇が近づく中、時折すれ違う買い物帰りの主婦を除いて辺りには人気がなく、少し離れて商店街のざわめきが聞こえてくるほかは静かだった。石を蹴りながら歩いていると、小川の方から瀬戸物が触れ合うような音がした。見回したが何も見当たらず、俺は空耳だろうと考えた。少し経つとまたさっきの音が聞こえた。今度は人の話し声も混じっていた。立ち止まるといつの間にか商店街のざわめきが聞こえなくなっていることに気づいた。また瀬戸物が鳴る音と話し声、一瞬笑い声まではっきりと聞こえた。見回しても俺といとこの他は誰もいない。急にあたりの夕闇が濃くなったような気がした。奇妙な静けさが痛いほど耳に迫る。いとこを呼び止め、先ほど聞いたものについて話した。ねえ、変な音がしたよ。誰もいないのに話し声がしたんだ。俺がそう言うと、いとこは少しの間耳を澄ませてから言った。この蚊は昔はもう少し大きかったの知ってる？また姿のない笑い声が聞こえた。商店街ができる前はね、民家がずっと立ち並んでいて、川はここに住む人たちの生活を支えていたの。たくさんの瀬戸物が触れ合う音や濡れた布を叩くような音もする。その頃は炊事や洗濯はすべて川に頼りっきりで、同時に主婦たちのおしゃべりの場にもなっていてね。だからこの通りは今でも女波、女波、女波通りなんて呼ばれてるんだよ。いとこは言い終わると歩き出した。離れないよう慌てていとこの隣に並びながら俺は聞いた。これはその時の音？どうして今聞こえるの？いとこはかがんで俺の顔を覗き込んだ。今はもう誰も使わなくなったのだけど、川は忘れたくないのね。自分を昔頼っていた人たちのことや、その思い出なんかを。そう言って俺から視線を外し、川を振り返って眺めた。俺もつられて振り返った。その時川岸で食器を洗い、洗濯をしながら世間話に興じる人たちの姿を確かに見たような気がした。俺はなんだか懐かしいものに触れたような思いで、それに見とれた。いとこが俺の頭をポンポンと軽く叩いた。我に返るともう何も見えなかった。やがて遠くから商店街のざわめきが聞こえてきた。語り部というのは得難い才能だと思う。
彼らが話し始めるとそれまで見てきた世界が別のものになる。例えば俺などが同じように話しても語り部のように人々を怖がらせたり楽しませたりはできないだろう。俺より5歳上のいとこにも語り部の資格があった。いとこは手を変え品を変え様々な話をしてくれた。俺にとってはそれは非日常的な娯楽だった。今はもうそれを聞けなくなってしまったけれど、いとこのようにはうまくはできないが、これから話すのは彼女から聞いた中で最も印象に残っているうちの一つ。中学3年の初夏、いとこは力なく抜け殻同然になっていた。普段は俺が催促せずとも心霊スポットや怪しげな場所に連れて行ってくれるのだが、その頃は頼んでも気のない返事をするだけだった。俺が新しく仕入れてきた話もおざなりに聞き流すばかり。顔色は悪く、目の下にはクマができていた。ある日、理由を尋ねた俺にいとこはこんな話をしてくれた。春頃からいとこは頻繁にある夢を見るようになった。それは夢というより記憶で、幼い頃のいとこがその当時よく通っていた公園の砂場で一人遊ぶ光景を見るのだった。やがて何度も夢を見るうちに一人ではないことに気づいた。砂場から目線を上げるとそこに女が立っている。淡いピンクの服を着た黒いロングヘアの女がいとこを見つめ立っていた。女に気づいた次の夜、夢は舞台を変えた。少し大きくなった小学校に入ったばかりの授業参観の光景、後ろにたくさん並んだ親たちの中に自分の母親もいるはずだった。教師に当てられ、正解したいとこは誇らしさを胸に後ろを振り返った。だがそこにいたのは母親ではなく、公園でいとこを見つめていた女だった。次の夢は小学校高学年の頃の運動会だった。いとこはクラス対抗リレーに出場していた。スタート位置に立ち、走ってくるクラスメートを待った。もうすぐやってくる。腰を落として身構え後方を見た。走ってきたのは公園にいた女だった。両手足をめちゃくちゃに振りながらすごいスピードで近づいてくる。いとこは恐怖を感じ慌てて逃げ出した。一瞬女の顔が見えた。真っ白な肌にどぎつい赤の口紅を塗りたくり、ニタニタ笑っていた。翌日の夜、いとこは寝る前から予感を抱いていた。今日も夢であの女に会うのではないか。それはほとんど確信に近かった。そしてその通りになった。夢の中でいとこは中学生になっていた。記憶にある通り、吹奏楽部の練習に参加していた。顧問のピアノに合わせてトロンボーンを構えた。深く息を吸い込んだまま、いとこは凍りついた。ピアノの前に座っていたのはあの女だった。狂ったように鍵盤を叩き、顔だけはいとこを凝視していた。女の顔ははっきり見て取れた。異様に白い肌、細い目、高い鼻筋、真っ赤な唇が塗られた唇を大きく広げ、ニタニタ笑っていた。そこから覗くのは八重歯で、口紅だろうか赤く染まっている。不揃いな黒いロングヘアが女の動きに合わせ激しく揺れた。汗だくで目覚め、いとこはあることに気づいた。私は夢の中で成長過程をたどっている。初めは幼い頃、次は小学生、今は中学生だった。もしかして女は私の記憶を追ってきているのではないか。その仮説は正しかった。眠るごとに夢のいとこは成長し、女は必ずどこかに現れた。ある時は見上げた階段の上から、ある時は電車の向かいの席で、ある時は教室の隣の席から。いとこはここに至ってもう一つの法則に気がついた。女との距離がどんどん縮まっている。今ではもう女の三白眼も
歯と歯の間で糸を引く唾液もはっきりと見えるようになった。いとこはなるべく眠らないようにコーヒーを何杯も飲み徹夜した。しかしすぐ限界が来る。女は昼に見る一瞬の白昼夢にも現れた。そしてとうとう現実に追いついた。そこまで話すといとこはうなだれるようにうつむき黙った。黒い髪がパサリと顔を覆い隠す。すっかり聞き入っていた俺は早く続きを知りたくてせかした。催促する俺を上目遣いで見ていとこはゆっくりと笑った。だから現実に追いついたって言ったでしょ。そう言ってにやりとしたいとこの口元は八重歯が生えていた。いつからいとこが八重歯だったのか俺には自信がなかった。